今年の11月末に打ち上げが予定されているジョーガ5号は中国初のサンプルリターンミッションとなるだけでなく1976年に行われたソ連のルナ24号以来44年ぶりの月サンプルリターンミッションとなる見込みです現時点で公開されている学会発表や論文をもとに一研究者の視点で情報を整理したいと思います中国の月探査計画ジョーガシリーズは4つのフェーズを踏んで計画が進められています第1フェーズで月軌道への到達第2フェーズで 月面への軟着陸とローバーの運用第3フェーズで月面からのサンプルリターン第4フェーズで無人探査基地の設置と段階的に目標を設定して着実にミッションが遂行されてきました今回紹介するジョーガ5号は第3フェーズでありジョーガ4号までに蓄積された技術に加えてさらに月面での資料採取月面からの離陸周回軌道上でのドッキング地球大気への再突入という新たなプロセスが加わります技術的な課題の1つである 機関カプセルの地球大気への再突入に関しては、2014年に行われたジョーガ5号 T1 によって技術実証が行われました。このミッションの成功を受けて、2017年にはジョーガ5号が打ち上げられる予定でしたが、打ち上げに使われる調整5号ロケットの発射実験が直前に失敗したため、今年に延期されたという経緯があります。調整号は中国最大、世界でも。 3番目の軌道投入能力を持つ大型ロケットで、直近では今年の7月に中国初の火星探査機天文1号の打ち上げに成功しています。上が5号の探査機側の情報については、文献調査の結果、技術的な情報はまだほとんど公開されておらず、 現時点で信頼に足る公的な情報源はあまりないことが分かりました。しかし、2018年に出版された、惑星科学の専門誌、JGR プラネッツの論文で、わずかに記述されている箇所がありました。それによると、ジョーガ5号では、月面で深さ2メートル以内の地下から、最大2キログラムの資料を持ち帰ることを目標としています。無人探査機による最後の月サンプルリターンミッションだった。 ルナ24号の回収資料が 170g だったことと比較すると、ジョーガ5号の目標採取量はかなり多いことがわかります。探査機全体としては、4つのモジュールで構成されると報道されています。着陸モジュールは2つに分かれており、資料採取モジュールが上昇モジュールにサンプルを格納した後に、上昇モジュールだけ離陸し、上空で待機している周回機にドッキングします。そして、機関モジュールにサンプルを受け渡しした後に、機関モジュールだけを分離して、 最終的に地球に帰還すると見られます探査機の観測機器についての公式な情報もほとんどありませんがパノラマカメラ地中レーダー分光計を搭載することが報道されていますこのように探査機の工学的な情報はほとんど出ておりませんが一方で着陸地点周辺の理学的な検討は進んでおりターゲットとすべき地質ユニットの選定や想定されるレゴリスの物性などに関してすでに論文が出版されています上下5号の着陸地点は 月の表側の嵐の太陽の北側にあるリュムケル地域が選定されていますこの地域は月の歴史の中では比較的最近まで火山活動が続いていたことが特徴です2018年の JGR プラネッツの論文ではこの地域の地質的解析が行われすでに公開されているカグヤや LRO ジャンドラヤーン1号の観測データを用いた着陸地点の優先順位付けが中国とフランス米国 ドイツの研究チームによって発表されました。それによると、リュムケル地域の西側は、およそ35億から34億年前のインブリウム大の地質ユニットが多いのに対して、東側には20億年よりも若いエラトステネス大の地質ユニットが含まれることが分かりました。こういった月の非常に若い地質ユニットは、まだその場観測やサンプルリターンが行われておらず、科学的価値が極めて高いことから、リュムケル地域の東側を、ジョー5号の着陸地点の最有力候補として、 論文中では推薦しています実際に2007年に出版された全米研究評議会の報告書でもこういった非常に若い月の海のサンプルリターンが将来月探査の最優先科学目標として挙げられていることからもジョーガ5号に対する科学界の期待の高さがうかがえます。またジョーガ5号のサンプルリターンは月科学だけでなく太陽系の他の個体惑星の分野にも大きなインパクトを与えるはずです。というのも太陽系の個体天体火星や金星水星 小惑星などののの地質年年代代推定は全て月のクレータータに依存していますしかし、これまでアポロやルナ探査で採取された岩石は比較的古い時代のものが多かったため、新しい年代の推定値にはどうしても大きな不定性がありました。ジョー5号によって採取される若い岩石の年代が測定されれば、クレーター年代の推定精度を大幅に上げることができ、月だけでなく、すべての個体惑星の年代推定が、 よりり精度よく行えることになります今年の年末にははやぶさ2の地球機関によって世界で初めて C 型小惑星からのサンプルリターンが行われますがジョー5号のサンプルリターンも惑星科学の一大イベントとなります今後も注目していきましょうそれでは今回もご視聴いただきありがとうございました次回は原始地球で起こった大事件第3回イベントに関する最新研究をご紹介しようと考えておりますよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではまた